経コンサルタントの中野ですあけましておめでとうございます皆さんついについにこの日がやってまいりました待ちに待ったビットコイン再び海面に浮上してまいりましたかつて一万数千年前に海の年前に 下に沈んだと言われるあのアトランティス大陸がまた浮上するかのように我々の期待がかかったビットコインなんと本日本日ようやく100万円を突破いたしましたイエーイということでですねなんと1時が。 ビットコインが70万円にまで下がってしまい、そのまま48万円まで下がるという約束が出ておりましたが、そこまでいかずですね、100万円を突破し、このまま800万円まで行くという情報が、まことしやかに流れております。ちょっと検証してみましょう。はい、ということでね、えー、ビットコインがですね、えー えー、脇目も振らず上がってきました。で、財布でね、ちょっと見てみたいと思います。はい。100万5000円いってますね。100万5000円いってます。いやー、すごいね、今回もね。まあ、前回のこの伸びは、本当にやばかったけどね、一直線今回も脇目も振らず、まあ、一旦ね、押し目つけましたけど、まあそのままいったと。 いうことでございまして、これはね、冷やしチャートですね、冷やしのロソカシですが、えー、皆様ご存知のようにですね、まあ、こんな感じになっているということですね。そして、まあ、あの幸いにもですね、こうやってペナンドフラッグになっているわけですよね。で、今回、まあペナンドフラッグの先っちょの方で、まあ、レンジブレイクしそうだということでございますが、まあ、ちょっとよく見てみましょうか。 ここが頂点だよね。ここから、まあ、2番目の波が148万と。ここね、ここ148万、去年ね。で、こういうのが、えー、1本あると。でもう一つが、えー、ここら辺が一番下かな。ここら辺から、こういう、こういう線か。 これで、まあ、あのペナントフラッグになってますよね。底ね切り上げの高値切り下げですね。それでですね、実はまだあの喜んではいけないんですよね。喜んではいけなくて、まあ、去年のですね、これは148万つけたのは、えー、6月26日ぐらいですかね。つけましたけども、そこから、まあ、下がってきちゃったわけですね。そして一旦、まあ、89万ぐらいでうろちょろしてたのが ポンって上がって、ここ、去年の10月26日に110万つけたということで、また大喜びしたんですけども、ここのとこね、ここのとこのこの上げね、この1日でバーンっていったやつね、で、またシューって下がってきて、まあ、うーん、どうなのかなと。で、このまま、その、基本的にペナントフラッグっていうのは、 え三角形の旗ですからね、ペナントフラッグっていうね、ペナントって言って、まあ、昔ね、日本でも、あれペナントフラッグなくなってしまいましたが、日本でもですね、どっか旅行行くとですね、国内旅行行くと必ずですね、この三角形の旗売ってましたよね、これね。この三角形の旗売ってて、お土産に買ったもんですね、皆さんもね。うんであの家にね、こうやってピた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 、 貼ってですね、えー、あそこ行った、ここ行った、富士山行ったとかね、えー、北海道、小樽行ったとかね、貼ってて楽しんだもんですけれども、今もないね、提灯とかもありましたけどね、昔はね。それでですね、このペラントフラッグっていうのは、これドル円もそうなんですけどね、ドル円なんかもそうなんですが、必ずですね、えー、忘れちゃいけないことはですね、必ず、えー、まず下着いたら、 次、上つくんで、すよ。で、上ついたら今度下つくんですよ。これボリンジャーバンドと一緒でね。で、下ついたら必ず上つくんですよ。で、上ついたら必ず下つくんです。だから、<coughs> まあこうやってね、上つく時もあるんだけど、ここまで行くかどうかでね、これね、ここいく,くかどうかですけども、ここはたい、まあ100、うん、そうだな、また100、 1 2万ぐらいかな。112万ぐらいでここタッチするんだけども、まあ今100万でね、105万で、あちょちょ、100万5000円でね、やってやって言ってんだけど、まあもちろん、ここどこかもね、111 11万いったんだけど、ここね、落ちたでしょここへどこも落ちたでしょやあ、これね、押し目つけて上行くんだと思った瞬間に下がるんですよ。下がる、下がる、下がるんですよ。これもね、あ、行った行ったと思ったら、 ビヨーンって下がりますから。<laughs> そしてビヨーンってって、ここ、いくらですかってったら48万円なんですよね。はい。あの、で、必ずね、下つかないと上には行かないんですよ。これがね、相場のね、鉄則なんです。だから、ここで上行ったからってって、このままビヨーンってってね、200万も800万もいくのかと。 800万もね、行くのか、それ行かないんですよ。行くのは、行くのはね、どういう時かというとですね、こういう時なんですよね。一旦、まあ、下がって、ここでついて、下、下辺についてから上にブレイクですよね。それか、上辺について下抜けブレイクの、どっちかなんですよね。うん、うん、こう、上ついて、そしてまたこうやって上ついて、 上っていうのはないんですね。まあ100%ないとは言えないけど、ほぼないです。一旦下についてからエネルギーを貯めて上に行くと。またこのまま <laughs> 上についてしまったら下抜けブレイクですね。20万とか15万とかになっちゃうんですね。だから、まああの下行くことも念頭に置かなくちゃいけないってことですよね。で、まあ、あの、これについてはドル円についてもね、じゃあ、 MT4 で見てみましょうかって話ですねえー、MT4 なんですがはい、これは突き足ですよね突き足でえーですね、それでまあこれでこうかこうついてますよね、上そしたら必ず下ついてるでしょこうやって そしてこうやって上、まあ、ちょっとついてないですけど、これついたよと。そしたら、こうなのかと。まあ、下ついてないけど、まぁ方法ついたと。そして上ですよね。そしてこうやって下、まあ、ここもついて、あ、こうやってついて、そこから上でしよね。で、こっからまたこうやって下。で、上つきましたよね。で、これ下ですね、今度からね。来週から下なんですよ。で、これは、あのー、変わんないですよ、絶対に。 これ崩れたら世界の金融経済崩れちゃうんで、はい。で、もうずいぶん上がりましたね、これね。ずいぶん上がりましたね、これ。ここのところが。これは、こうやって、こういうね、あの円、円を描くと思ったんですけど、こ単行部できましたね。すごい大きな単行部が。 うーん、これはね、やっぱり気づか、ちょっとここまで行くとは思わなかったですね。まあ、大外を狙ったとしても、こうですからね、大外で。ギリギリか、ギリギリ大外ですね。ここら辺の、まあ、げをね、げを狙っての大外回り、大外ですね、これね。大外を狙ってですね、もう一回やりますよ。まあ、 一番の大外ね、ここのひげの大外ですよね。それでもやっぱりちょっと上出てるよね、ちょっとね。でどうしてもね、<laughs> このペランドフラッグのここの上,上辺をね、つかないとね、落ちないんですよね。だからまあ、大体まあ、こう、今回もね、上辺つけないで落ちるのかなと思った人も私もその一人ですけどもね、多いと思います。なぜならば、 ここついてないですからね、上辺ね。ついてないでしょここはついてますけどね、ヒゲでね。うーん。ここついてなかったんですよ、前回ね。だからつ、つかなくても落ちるかなと思ったら、ぴっちりついてますね。だから来週から落ちるでしょうね、こうやってね。うーん。で、ドル円とっていうのはこんな感じ。もう一回やりますけど、突き足でね。まあ、一番大きな、あの、突き足ですけれども、 これトランプ大統領の就任の時上がったんですよね。で、これはアベノミクスでずっとこ75円の時からアベノミクスでずっと上がってきたんですね、ドル円がね。で、ここがまあ100、そうだね、124円ぐらいかな。1ドル124円までいって、アベノミクス失敗3本の矢がないって言って下がってきたんですよね。はい。で、ここついてますよね。で、ここついてるよね、こうやってね。 こうやって、まあ、ここついてないけど、ほぼほぼついてると。そして、こうやって、横横行ったけど、やっぱり、ここで、ついてないけど、まあ、ついた感じですね。近いからね。で、ここで、ついたと。そして、ここで、えー、フラッシュクラッシュです。去年の1月にがついたよね。で、ビヨーンつって、ここでついてるでしょ。そして、こうやって、ここでついたよね。で、今回、ここでついたでしょ。来週から、こう、下なんですよね。 で、多分、このまま下抜けるか、もう一回こう、もじもじするか、して、上か、下かですね。まあ、私はもう文字、も字文字しないで、先っちょ来てるので、こうやって下抜けブレイクすると思ってるんですよ。で、今回は65円までね、世界経済すごい悪いので、世界大恐慌になる可能性が高いですね。アメリカの、ニューヨークダウ、アメリカの金融だけが、 あのバブル状態になってるけどね、わざとね。あれがニューヨークダウが3万円タッチしたらあの大恐慌が起きると思うんですね、ブラックマンデーがね。だからあの歴史は繰り返すんですよね。でもう一回やりますとですね、こちらにおきましてはビットコインですね、これ。あのやっぱりね、気をつけなくちゃいけないのは、このままやってやって100万超えて上がるんだって。 と思うと落とされるんですよね。ここついてるでしょ、ちゃんと。そしてこれが250万ついたでしょ、ビットコインね。で、こうやって、で、これついたでしょ、ちゃんと。ね。で、これいくらかな3 ?38 万くらいか、1万いするね。で、これついてるじゃないですか、上も。150万、まあ、148万か。 そして次は下に、下辺つくはずなんですよ。だから、ちょっと上がっても、やっぱりこうやって下辺つかないといけないですね。そして上がるにしても、やっぱり下辺つかないと上がりきれないですよね。パワーがなくて。で、ここでもう一回もじもじするか、ここでブレイクして上がっちゃうかですね。はい。だから今、あの、100万超えたからロ、ロングだと、買いだと、ビットコンイン買うと、大損しますよ、やっぱり。 48万から50万ぐらいいっちゃって、ひょっとしたら下抜けするかもしれないからね。景気悪くなるからね。ちょっと分かんないんですよね。なのでですね、えー、今日はおめでたい話と、えー、気をつけなくちゃいけない話と、この2つをね、しました。で、今回ビットコインが上がってきたのは、えー、私のね、あの、メイソン系のですね、情報によるとですね、カルロス・ゴーンさんですね。 ゴーンさんがですね、まあ、カルロス・ゴーンさんの人事に影響しますからね、そのビットコインというのはね。ゴーンさんがどうやらですね、あの、日本、あ安倍、安倍首相とね、まあ、マカロン首相のですね、裏取引、あの、超法規的措置によってですね、カルロス・ゴーンさんは、えー、これま無罪になると。ね。えーむ、あの、無罪っていうか、まあ、無罪だね。 はい、無罪になるということですね。それで、まあ、あのもうそのままえこれからフランスでね、えー、暮らすということですね。はい、その代わり、その代わり、えー、元ね元、元っていうか前オリンピック、日本オリンピック協会会長の武田さんですね。これはあの天皇皇族出身者なんですけど、この人はも,もう逮捕しないと、フランス警察がね。 そして東京オリンピックの中止っていうのもなしにするよというフランス政府と日本政府の安倍さん、安倍首相との超法規的、えー、政治決断が行われたようですね。なので、えー、なのでカルロス・ゴーンさん、えー、逮捕されないということが決定されたので今ビットコインが上がってるということですね。 はい、このままねあの、上がるかもしれないですね。だから上がるにしても、えこれ112万円のですね、えー、っと、上辺ですね。抜いてから、えー、買った方がいいですね。そうしないと下がっちゃうかもしれないから。買うにしても112万円を超えてから買わないと、下がる可能性がある。あのファーウェイの副会長とかまだ捕まる可能性があるからね。そうするとまたドーンと落ちるんで。 はい、もう今ね、買うとしても、えー、そうだね、112万円を超えたらビットコイン買,え買い、買いだと。そしたらもうずっと上がってきますからね。でもその前にやっぱ下がってきて、上がって、下がってってやるか、その後下がっちゃうかもしれないし。だから、今はちょっと買う時期じゃないですね、まだね。うん。これだけは、 言えますねはい、ということでね、えー、偶然にもね、このビットコインとドル円がですね、全く同じ動きをしているので、非常にね、面白い相場になってますし、非常にね、誰でも稼ぎやすい相場になってますのでね、ぜひビットコインもですね、えー、ドル円 FX もですね、皆さん参加されてはいかがでしょうか。えー、そうね、何十年に一度しかないビッグチャンスです。 のでね皆様、あのぜひ億万長者になりたい方はですね、<laughs> ドル f エ XM の講座解説、そして、えー、ビットフライヤーのビットコイン FX とかね、まあ、ビットコイン FX っていうか、もう現物で買った方がいいですけどね、えー、講座解説をしてやってみてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。